と千葉ロッテマリーンズでご活躍されました清田さん、そして服部さんです。 お願いします。じゃあ、はい、こちらにお願いします。さあ、かなりこのステージの今日の埼玉武蔵ヒートベアーズなんですが、かなりロッテ色が強くなっておりますね。そうですね。清田色が強い。そうですね、はい、嬉しいですね。いや、やっぱ嬉しいものですか。再会できて嬉しいです。あー、いいですね、いいですね。清田を復活させようと思って頑張ったのに、なぜか俺と元気で清田解説って逆になっちゃってるんで、ちょっと分からないですよね。はい。さあ、そんな中、お二人公式解説者ということで、今シーズンベアーズの公式の解説者をね、務めていただいているんですが、清田さん、解説は初めてですか。そうですね、まあ、開幕戦ちょっとやらせてもらったんですけど、どうでした。まあ、難しいというか、まあ、何を喋っていいかあんまりわからなくて、自分の思うままに話しました。そんな、じゃあ、京都さん、服部さんどうでした。そうですね、僕は2年ほど前からちょっとね、埼玉で、解説させてもらってたんですけど、だからといって、先輩方でビュンビュン吹かして今日こうやってやるんやぞみたいな感じでちょっとね、リードさせてもらいました。でもね、すごく僕はピッチャー目線なんですけど、やっぱり打者ならではのその打者心理というか、そういったものもね、解説してくれているので、しっかり、皆さん見ながら、聞きながら、来れない時は、聞いていただいたらいいかなと思っております。はい、楽しみにしておいてください。はい、毎試合ね、配信しておりますのでね、解説ということで、まあ、確かにバッター目線、ピッチャー目線、で、実はちょうどいいですかね。そうですね、まあ、清田はね、野球もよく知ってるんで。お今日楽しいよ、ちゃんと。いやいや、今日、GG さんとも。GG さんのことは、もう一緒にプレー一緒にしてますし。あ、はい、そうですね。喋、はい、りたいなと。プライベートもなさい。おプライベートで、ね、すみません。じゃあ、野球のことをね。皆さんもあれですね、ロッテ時代も一緒にプレーもされていた時期もあるのかな。そうなんです、みんな一緒にやってます。そうですよね、はい、じゃあもう隅もやってますし、うちもやってます。あら、今日なんかね、ちょっといらっしゃってます、ね、に挟みましたが、うちいますね、うちも一緒にやってますんで。おいで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 リードリードした時点でリードした時点でつい。かわいい、かわいいお子さんも一緒にありがとうございます。すいません、うちさん、どうもありがとうございます。いただきまして、いやさあ、ちょっと今日のじゃあ GG さんにちょっとじゃあ応援のコメントいただいていいですか。いや、もう本当に最後の試合だと思うので頑張ってください。唯一、花束を持ってきてくれました。あ、素敵です。わざ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 京都は持ってきてくれないです。この後何かあるかもしれないですね。そうですね。うちさん、どうもありがとうございます。ちょっと拍手でお送りください。どうもありがとうございます。さあ、ではちょっと2人、解説の2人に聞きたいんですが、ちょっと GG さんの今日どんなプレーに注目していきましょうか。じゃあちょっとバッター目線で、はい、はい、いや、僕は一緒にちょっと練習とかもやってもらっていて、その時も球場を借りていただいて、シート打撃とかもやらせてもらったんですけど、GG さん普通に打ってたので、僕は打つと思います。現役時代と変わらぬバッティング。いや、打つと思うんですけど、ツーベースとか打って、なんか肉離れとかやめてほしい。そこがちょっと一番心配なところです。そのあたりどうですか、ジェイジーさん。実はテーピングガッチガチの前だった。ふくらはぎが危ないんで。ちょっと心配。そのケアはもうしてあるんで。あ、もうじゃあケアも十分と、はい、大丈夫だと思います。いうことですね。服部さんどうでしょう、はい、今日のジェイジーさん。はい、改めまして、復帰おめでとうございます。ありがとうございます。で、引退試合となるらしいんですけど、今日なんか DH で、一番バッターでやられるところなんですけど、僕はじいさんのちょっと守備が見たいなと思って、 DH ちょっと残念だったなと思ったんですけど、途中で DH 解除して守りますね。なんかいろいろ起こりそうな試合ですね、今日はね。5点差以上ついてます。ぜひ打撃もそうなんですけど、そういった守備機会だったりとか、まあ、もちろんエンターテイナーなんで、そういった部分もね、しっかり、楽しみにして、一ファンとして、見ながら解説をしていきたいなと思いますので、期待しておりますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さん、せっかくなんで、トラボンさん、ちょっとどんな会社かも、ね、よかったら、ね、お伝えいただければと思うんですが。測量とか、地盤の調査、家を建てる際の測量とか、地盤の調査、地盤改良工事。
まあ、食い打ちみたいなことやってますんで、ぜひ、まあ、ハウスメーカーさんいっぱい知り合いますので、家建てるときにはお声掛けいただけると非常に嬉しいです。あと人材もいつも募集してますので、仕事を転職、仕事を見つけたい人はぜひ声かけてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。野球部も終わりなんですよね。野球部も、1軍から2軍、3軍までありまして。そんなにあるんですか。はい、何人ぐらいいらっしゃるんですか。60人ぐらいですかね。60人で、清田も一緒に出てます。あ、そうなんですね。出させていただきました。その時どうでした。あのボールが違うんですよ。あの公式ボール、強度が公式ボールなんですけど、あのやってるのは軟式ボールっつって、ちょっと柔らかいボールなんですけど。軟式のチーム、非常に打つのが難しくて。あ、やっぱ違うものですか。そうですね、打ち方とかも変わってきますし、なんでまた誘ってもらえるように練習してきます。今日もね、ちょっと軽くグラウンドにいらっしゃってましたね。練習させてもらいました。服部さんも、ね、よくプライベートでも運動とかされてますもんね、はい、いつでも肩は私らしいですよ。です、ね、はい、115キロぐらいまでは現役と変わんないですね。キヨタが言ってます、僕のこと。あれ、上下関係のあれがキヨタが上、どっち上だろう。僕が少しです。なのでね、お二人また軟式野球にもぜひ来てください。助っ人でも出場できるんで。すいません、ぜひ。困った際に、困った際にぜひ。で、あのね、ちょっと雨とかも降ってきてしまってはいるんですが、まあ、この後の、ね、試合に向けて最後あの2人ずつ意気込みと、あと皆さんへのね、ぜひメッセージをいただいて、このステージをね、終えたいと思いますので、じゃあ服部さんからいきましょうかね。はい、あいにくの天気なんですけども、ジジイさん含め、埼玉のメンバーが、まあ、神奈川のメンバーもそうですけど、一生懸命、やられると思うので、我々、僕らは解説ですけども、皆さんも温かい声援を送っていただいて、この試合を、楽しんでいきましょう。では今日よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。では、ケントさんお願いします。はい、本当にちょっと雨で、先ほどもジジさんに雨男ですかというような言葉を言わせていただいたんですけど、でもまあ試合できるぐらいの雨なんで、ちょっと本当怪我なく頑張ってほしいのと、あと皆さんにこのジジさんが打席入った時にみんなに盛り上げてほしいなと思います。今日一日よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。では最後ね、気持ちいい T シャツに身を包んだジジさんからお願いします。今日必ず皆さんファンタジーの世界へお連れしますんで、ぜひ試合楽しんでください。頑張ります。よろしくお願いします。ください。では、GG 佐藤さん、そして解説の清田さん、服部さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。